尾崎清彦は日本のポップス歌手。神奈川県茅ヶ崎市出身。1960年にハワイアンバンドヒロハワイアンズ結成。1965年にカントリーバンドジミーと北とマウンテンプレイボーイズ加入。1967年からコーラスグループザワンダースを経て、1970年にソロ歌手としてデビュー。愛称はキーヨ。 ダイナミックな歌唱力と立派なもみあげやひげがトレードマーク。バレエダンサーの両親のもと、東京都渋谷区に男3人兄弟の次男として生まれ、小学校入学時より神奈川県茅ヶ崎市で育つ。父、重と兄の秋彦はクラシックバレエのダンサー。演出家、母、玲子は日劇ダンシングチームの一期生。父方の祖父は、 イギリス人のヘンリー・バッキンガム・ルーカス、本人は日英クオーターである。幼少の頃からラジオの FEN でジャズやカントリー等に親しんでいた。茅ヶ崎市立第一中学校卒業後、YMCA 国際ホテル学校へ進学する。趣味は小学生で始めたサーフィン、乗馬、祭りのみこし担ぎ、ハーレーの収集とツーリング、建目メルセデスでドライブ、 ヨット、沖縄で、スクーバ、射撃、銀在庫、シルバーアクセサリーの収集、料理。ヒロハワイアンズ1960年の1964年13歳の時に父にウクレレを買ってもらい、中学の同級生6人でハワイアンバンドを結成する。教則本が先生だった。箱根ホテル小脇園のバンド募集のオーディションに合格し、17歳でセミプロデビューする。 ここで司会を担当したのは、当時大学生だった、つゆきしげる。1964年には念願の日劇出演を果たすが、目標達成とメンバーの学業と家業の忙しさから、解散に至る。ジミーとタとマウンテンプレイボーイズ1965年から1966年、契約した芸能プロダクション、東京ハワイアンズが、ジミーと北と同じ所属先という縁で、 セカンドボーカルとギターで参加する。アルバム、尾崎清彦、カントリーエースターンを歌うでは、演奏をジミー・トキタとマウンテンプレイ・ボーイズに在籍した石田慎太郎としてライツが担当した。ジミー・トキタは、1967年から音楽活動の場をアメリカに移している。ザ・ワンダー,ース1967年から1969年1967年1月。 グループサウンズでも活躍したコーラスグループザ・ワンダーアースを結成する。初期メンバーはリツ・トシオと朝光一、尾崎の3人。TBS や NHK のポップス番組に出演し洋楽カバー、テレビ主題歌などをリリースする。ジエコーズ名義でウルトラセブンの主題歌、挿入歌も担当。主題歌冒頭で連呼される3番目のセブーンが尾崎の声である。シングル また会う日までレコーディングの際には、すでに解散していた元メンバーが再結集し、バックコーラスを務めた。ヒオンの村上司プロデューサーの熱心な働きかけがあり、1970年8月に別れの夜明けでフィリップスレコードよりソロデビュー。デビューにあたって、ザワンダースのリーダー小栗敏夫が歌手を引退、ヒオンに所属し尾崎のディレクターとなった。ダイナミックな歌唱は、 業界内で話題となるが、同年9月、タクシー乗車中に60衝突という交通事故に巻き込まれ、4ヶ月に及ぶ入院生活で、レコードの宣伝活動ができず、売れなかった。1971年、また会う日まで、さよならをもう一度、雪が降る、愛する人は、一人が次々とヒット、出身地、茅ヶ崎では、ワンマンショー、大阪にて、初のソロコンサートを開催する。 二枚目のシングル、また会う日までが売り上げ100万枚を突破、第13回日本レコード大賞大賞と第2回日本歌謡大賞大賞をダブル受賞する。日本レコード大賞を受賞した際に、両手で V サインを、さらにトロフィーを持ち上げて、笑顔で V サインをしたパフォーマンスは、今もテレビで流れる名シーンである。同年、第22回 NHK 紅白歌合戦に、 白組トップバッターとして初出場する。翌1972年、二人は若かった。心の炎を燃やしただけで、あなたにかけるとヒットを重ね、ゴッドファーザー愛のテーマで、紅白歌合戦に連続出場。1990年にも、第41回 NHK 紅白歌合戦に出場している。1979年、マイベターライフをリリース。歌謡番組をはじめとして、 ミュージックフェア、サウンド・イン・エスなどのポップス番組に出演する。その後も、青春のポップス、ときめき夢サウンド、魅惑のスタンダードポップス他多くの番組で、レパートリーである数々の映画音楽、ジャズを披露。1987年には、サマーラブがスマッシュヒットする。1994年より、音楽バラエティ番組である、ザヨルも引っ張れにも出演。 1995年、ソロデビュー25周年の記念コンサートを開催する。同年に放送されたアニメ、空想科学世界ガリバーボーイでは、主題歌、モエロ、ガリバーボーイを熱唱し、この番組で、小崎の歌声を知った若者も多い。1990年代より、旧知の演奏家たちと共にジャズ、ハワイアン、カントリーのライブコンサートを定期的に公演する。 2007年に行われたテレビ番組以外でのオーケストラとのポップスコンサートも恒例となった。ソロツアーとして2010年2月からプレミアムコンサートが開催された。2011年4月、翌5月に公演予定のコンサートを病気療養のため中止する旨主催者より発表される。翌年5月、度重なる取材、報道に対し、 一年以上前から入院していることが、親族より明かされた。2012年5月30日、肝臓癌のため、東京都内の病院で死去。69歳坊津。9月2日、ホテルオークラ東京にて、尾崎清彦を忍ぶ会が開催され、長年親交があったペギー・葉山、大林信彦、上条恒彦、ビット・ウィサオ、角田・ヒロ。 西木の明らら多くの音楽関係者、友人が出席して追悼した。ハワイ出身女性との最初の結婚では一男一女二度目の結婚では一女を設けた。療養の際には交流が続いていたハワイ在住家族の献身的な看病があったという。2012年12月30日、日本作曲家協会より第54回日本レコード。 大賞特別功労賞が贈られた。2013年10月1日、大衆音楽の電動検証者に入選、電動入りした。エピソードスタジオアルバムライブアルバムコンピレーション、アルバムサントラ版未発売テレビ番組、CM 用にレコーディング。ありがとうございます。